はい、どうもリッチです。さあ今回もですね、デスクラウン人間キャンペーン続きやっていきましょう。さあ前回ボス戦をクリアして、あ、終わりか。行っちゃいましょうか。いきなり終わっちゃうかもしんないね。おお、これはどういうギミックなんだ。なんだ、何を狙えばいいんだこれは。なんだ、あ、でも狙えるぞ。なんだろう、このゲーム最近のゲームには珍しくね、説明が全くないので、こういうオブジェクトとか、はいどうぞみたいな始まるから、ちょっとこれはね、あ、なんか起きてる。ん、なんだ、なんか無敵みたいなこと。この状態今何なんだ。通れてはいるのかな。まあじゃあちょっといい感じなんですかね。あと1、あと1。おっ、OK、あー、置けるけど、これどうなってる。体力1しかないからなんか減っちゃうよみたいなことかな。これ置いてみますか。ああ、1になるね。あ、そういうことか。とはいえでもイージーなギミックじゃない。ああ、すげえ広がってきてる。確かにきついはきついか。左が手薄なんでね。ライフ減ってないか。あ、これがある限り減らないってやつかな。その可能性が高いぞ、これ今。やばいやばいやばい。意味ない意味ない。右に向かって。これまず2つ取れたことは大きいはず。ちょっと蓋するか。これ敵も邪魔できないので、こっち2個取り。死にそうなんだけど、死ぬのかな。行ってくれみんな。潰せんのかな。あ、なんかマークないね。いやー、きついかな。ちょっとどうすか。一応みんなターゲットつけてるんだが、これ邪魔だね。お、勝った勝った勝った。 OK。 いつの間に潰したんだろう。さあムービー、人間の方がやってきて、おお、突き落としたと。これ人間の時代が訪れたわけですね。へえ、やっぱ続くか。真の最後の戦い行きましょう。まあこの塔に登って上にいたね、ボスを突き落としたと。なんだこれ。おお、これはこれはいきなり2人送らせてもらえると。ルートは真ん中を通る形になるのかな。こんないいんすか、こんな圧倒的にね、アドバンテージあるマップ。すごい相手、マイペースだね。
まあ、こういう時は両方ねうまく使って、まあ今やったようにこの弊社タワーであればもう敵は侵入できないのでまず勝ちと。なるほど、こうかな。さあ収入34、これはえぐいですね。もうこれいらないですもんね。このまま終わらせよう。このしょぼい兵士だけで終わらせよう。さあどこまで持つかな。逆にね耐久だね相手のね。お、終わっちゃうか怒涛の進軍で、これ、実績人間の時代が始まったといった感じかな多分。あ、クリアですね。もう何もないですね。で戻りますか。じゃあさあ今回ね、4パートくらいにわたってデスクラウンアンデッドキャンペーンの続きじゃないか、前日さんになる人間のキャンペーンいきましたね。人間の方が多分活躍する時代を描いたものだね。ムービーは最初と最後しかなかったので、まあ最初のムービーで内乱中にあの悪の勢力デッドロードみたいなやつが出てきたと。で彼が全土を飲み込んだのでそれをね解放していって人間の時代が訪れたと。しかも内乱状態からすると統一になったので彼がね単独の鬼だったわけだよね。そういったストーリーでしたね。アンデッドキャンペーンちょっと見てみる。最初のムービー前回のデータクリア済みのやつかな。いい、消して。ムービー最初のだけ見てみるか。この王があいつなんですかね。一応命を取りに来て死神がね、この王はそれに対抗することができたと。これね、面影あんまない気がするけどね。どうだろう。ここで始まっちゃうか。大陸とか出ないからね、ちょっとこれでやっていくのはあれなんで、まあ、ちょっとムービーね見ましたけども、同一人物かな。100年前って言ってるんで時代的には違うんですかね。まあ、とりあえず今回これにしましょうか。いや DLC ね無料で来たんですけど、だいぶこのアンデッドキャンペーンよりボリュームあったんじゃないかな。どうだろう。ボス戦はでも同じ回数くらいですよね。難易度がちょっと高かったり特殊なね地形が増えたりってところは面白かったですね。